ノーフォーク公爵は、イギリスの公爵位、イングランド貴族。過去に3回創設されており、現存するノーフォーク公爵位は、1483年に、ジョン・ハワードが、リチャード3世に除されたのに始まり、以降その子孫のハワード家によって世襲されている。エリザベス長期の当主4代公爵トマスが1572年に、大逆罪で処刑されたことで、 1> 約一世紀にわたって失われた時期があるが、1660年の王政復古の際に四大公爵の現存トマスが五大公爵に復権を果たし、以降今日まで連綿として続いている。四大公爵が婚姻で、アランデル伯爵フィッツアランケと結びついた結果、アランデル伯爵位も従属爵位として継承しており、ノーフォーク公爵下の法廷推定相続人は、 この爵位とサリー伯爵位を儀礼称号として使用する。14代公爵ヘンリーの第二加盟をフィッツ・アラン・ハワード家に改正した。2015年現在の当時は18代公爵エドワード・フィッツ・アラン・ハワードである。イギリスのすべての新民公爵くらいの中でも最古産であり、筆頭公爵の立場にある。また文章院総裁はノーフォーク公爵家の世襲職である。 ノーフォークという爵位名になっているが、ノーフォークにはそれほど土地を持っておらず、巨城もエストサセックス州のアランデル城である。ノーフォーク公爵家は、歴史的に国境危機の態度を取ったカトリック教徒であるため、宗教的迫害を受けることも多かった。分流も数多く存在し、現存する爵位持ちの分家に、エフィンガム伯爵家、サフォーク伯爵家、カーライル伯爵家、 ペンリスのハード男爵化の4つがある。ノーフォーク公爵の前身の爵位は、ノーフォーク伯爵である。ノーフォーク伯爵は、ノルマイコンクエストで、イングランドに来た、ノルマン人のロジャー・ビゴットを外する、ビゴット家が代々世襲していたが、1306年に、第5代ノーフォーク伯爵、ロジャー・ビゴットが後継ぎなく死去すると、ノーフォーク伯爵位は王室に返却された。 1312年には、エドワード2世がイボテイトマス・オブ・ブラザートンを、ノーフォーク伯爵に助した。爵位は、その後、トマスの娘マーガレットに継承された。第2代ノーフォーク公爵ジョンド・モーブレイに本を授ける、ヘンリー5世1397年には、リチャード2世により、マーガレットと彼女の女系の孫トマス・モーブレイに、ノーフォーク公爵位が与えられた。これが、 ノーフォーク公爵くらいの最初の創設だった。この時にトマスはビゴット家に帰属した所領と役職を含めてを授けられた。ただし、トマス本人は1398年にリチャード2世の重帝のヘンリー・ボリングブルックと対立したことをリチャード2世に咎められ国外追放となり、不遇のまま1399年に没し、次男ジョンが1425年に、 ノーホーク公を助釈されるまで借位は空位であった。このようなつまずきはあったものの1397年から1476年の間、モーブレー家がノーホーク公の称号と所領を所有したが、1476年に4代目の当主ジョン・モーブレーが男系の子孫を残さないままに、3歳の一人、娘アンドゥ・モーブレーを残して他界する。この後、 アンはわずか5歳で、当時の国王エドワード4世の4歳になる、息子よくこうリチャードと結婚することになる。アンは8歳で亡くなるまでリチャードの妻のままだった。1481年にリチャードは、ノーフォーク公爵に除された。しかし1483年に、不王エドワード4世が崩御した途端に、リチャードと兄王エドワード5世の死生自説が、取り沙汰され、 新国王リチャード3世によって、ヨーク公、ノーフォーク公の両方の爵位は剥奪され、ロンドン島に収監される。初代ノーフォーク公ジョン・ハワード第4代ノーフォーク公、トマス・ハワードリチャード3世の即位に公があったとして、初代ノーフォーク公、トマス・モーブレイの孫にあたるジョン・ハワードが1483年に、初代ノーフォーク公に除せられた。現在まで続いている。 ノーフォーク公爵家は彼の子孫である。初代公爵ジョンが1485年のボズワースの戦いで廃止した後、その長男トマスは勝者のヘンリー7世によってノーフォーク公爵位、e、を剥奪されたが、1513年にトマスがスコットランド王ジェームズ4世異軍を撃破する戦行を立てたことで、1514年にヘンリー8世により、 ノーフォーク公爵くらいの復権が認められた。三代公爵トマスも当初はヘンリーパスへの寵愛を受け、二人の命をヘンリーパスへの王妃に送り込むことに成功したが、彼女たちは二人とも貫通により処刑されている。やがて三代公爵自身もヘンリーパスへの信頼を失い、1546年にはロンドン島に投獄された。しかし、 ヘンリー・パス・セイの放御で処刑を免れ、1553年には、メアリー・一世の即位に功績があったとされて、公爵への復権が直挙された。4代公爵トマスは、第19代、アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランの女子相続人、メアリー・フィッツ・アランと結婚し、これによりハワード家は、アランデル伯爵家の爵位と、領地も得ることになる。しかし4代公爵は、 スコットランド女王メアリーとの婚約騒動で女王エリザベス一世の不信を買い、1572年に大逆罪で処刑された。ノーフォーク公爵位は剥奪され、四代公爵の長男、フィリップは母方の第20代、アランデル白爵位のみ継承した。以降ノーフォーク公爵位は3代88年にも渡って失われた。第20代。 アランデル伯爵フィリップは国境と敵対する熱心なカトリックであり、そのためにロンドン島へ遊兵され、また1577年には貴族院の議席を失った。これ以降ノーフォーク公爵家は代々カトリックの家系となり、貴族院に議席を持てなくなった。1660年の王政復古の際、四大公爵のヤシャホにあたる第23代、 アランデル伯爵トマスが議会の議決に基づくチャールズ2世の直挙により第5代ノーフォーク公へ復権している。以降ノーフォーク公爵位は今日に至るまで剥奪されることなく続いている。1673年には審査法が議会で制定され、カトリックは国政から締め出された。文章院総裁はノーフォーク公爵家予習職であるが、この職務についても実際には プロテスタントの分家のサフォーク伯爵家やカーライル伯爵家が行うのが一般的になった。八代公爵トマスはジャコバイトとの関与を疑われ、1722年にハノーバーアサエの大逆罪でロンドン島に投獄されている。彼が投獄された最後のノーフォーク公爵家当主である。十一代公爵チャールズはプロテスタントに改宗して議会に議席を持ち、 ホイック党の政治家として自由主義的政治活動に尽力した。また巨城であるアランデル城を今日の形へと改築した。12代公爵バーナードはカトリックだったが、彼の代の1829年にカトリック救済法が制定され、カトリックも議会に議席を持てるようになったため、以降のノーフォーク公爵家当主は自動的に貴族院議員に列するようになった。 14代公爵ヘンリーは、ルーツの一つであるフィッツアランを生に加えることにし、1842年に、ビクトリア女王の直居を得て、フィッツアラン・ハワード家と改正した。15代公爵ヘンリーは、敬虔なカトリックであり、ノーリッチカシードラルなど12もの教会を指揮で、建設した。また貴族院にも、積極的に出席していたので、第三次ソウルズベリー公爵内閣で、 郵政長官も務めている。16代公爵ヘンリーは、アランデル城を独立トラストに帰属させ、一般公開した。また彼の第二、財産税、相続税構成で家計が苦しくなり、所有値が半減した。16代公爵には男子がなかったため、文家の第4代クロソップのハワード男爵マイルスが17代公爵を継承した。 現在の当主はその長男である18代公爵、エドワードである。ノーフォーク公は、文章院の総裁職である、軍務博の地位も世襲している。ここ500年ほどは、ノーフォーク公爵くらいと、軍務博の地位は、ハワード家に受け継がれてきた。1999年に、トニー・ブレア政権が制定した貴族院法によって、それまで世襲だった。 貴族院議員のほとんどが世襲ではなくなったが、軍務博が世襲だったことから、ノーフォーク公は、貴族院議員の世襲が認められている。文章院総裁は、議会開会の式典において、君主の入場の際に先導を務める4人の中の1人で、ある。現当主である、第18代ノーフォーク公爵エドワード・フィッツ・アラン・ハワードは、以下の釈位を保有している。 ノーフォーク公爵ハワード家の大紋章は大きく5つの要素から成り立っている。アーム、クレスト、サポーター、モットー、バトンである。ノーフォーク公の紋章また、その時のノーフォーク公がガーター勲章を受章した場合に限っては、紋章の盾の周りをガーターで囲むことがある。ただし、ガーター勲章は世襲ではないので、受章した当人しか紋章に入れることができない。 例えば、第17代ノーフォーク公、マイルス・フィッツ・アラン・ハワードは1983年4月22日にガーター勲章を受章したので、それまでは紋章にガーターを入れることはできなかったが、受章後は紋章にガーターを入れることができる。同様十8代ノーフォーク公、エドワード・フィッツ・アラン・ハワードはまだガーター勲章を受章していないので、今も紋章にガーターを入れることはできない。つまり、 紋章のガーターは必ずしもノーフォーク公の紋章の一部ではない。ノーフォーク公の住居として知られているのはフラムリンガム城、バンゲー城、カールトンタワーズ、ロンドンのノーフォークハウス、アランデル城である。フラムリンガム城はもともとノーフォーク博の所有だったが1307年にビゴト家の男系が途絶えると国王の資産に編入された。だがこれは年に ノーホーク博が公爵位に昇格したタイミングで国王リチャード2世からトマス・モーブレーに歌死されている。この後、モーブレー家が絶えた後にはハワード家の所有物となった。ジョン・ハワードは1485年にこの城の大改修を行っている。この後しばらくはノーホーク公の城だったが、結局は手放すことになる。番芸城も元来は同じく、 ノーフォーク博の資産の一部であった。1483年に、ハワード家の手に渡ってからは20世紀の終わりまで、ノーフォーク校の所有下にあった。しかし、城は随分長い間荒れ放題の状態であった。そこで、第17代ノーフォーク校、マイルス・フィッツ・アラン・ハワードは、城の保存のため、すでに自力で修復作業を開始していた。 バンゲーの町に対して修復のための寄付金と共に所有権を寄贈した。現在は城の信託基金によって管理されている。カールトンタワーズはヨークシャーのカールトンにあるエドワード・ウェルビープ人、設計のビクトリア調保式様式のカントリーハウス。ヨークシャーにおけるノーフォーク校の住居である。現在もノーフォーク公爵家一族が暮らしている。 また結婚披露宴などのイベントに使われている。アランデル城はここ850年ほどの間、アランデル博の本拠地である。11世紀に、アランデル博、ロジャー・ドゥ・モンゴメリーによって作られた。この城は1102年に国王によって奪われた。後に、ヘンリー2世の大い継承権獲得に功があったとして、1155年に、ウィリアム・ダービニーは、アランデル博に劣せられ、 この時に城もアランデル博のものとなった。この後、今日に至るまでアランデル城はノーフォーク港の居城となっている。また、城内に1390年に建てられたフィッツァラン教会堂は代々のノーフォーク港が埋葬されている。ノーフォーク港の爵位は3回創設されている。第一期は1397年のマーガレットとその孫トマスド・モーブレーの子孫のモーブレー家によって、 第2期は1477年のヨーク公、リチャードによって、第3期は1483年のハワード家によってである。歴代のノーフォーク校は、下記の通り。ノーフォーク公爵家系図ガーター騎士団の製造をまとう、第12代ノーフォーク校、バーナード・ハワードの肖像画代々のノーフォーク校からは、多くのガーター勲章受賞者を輩出している。下記の一覧は、 ガーター騎士団に助せられたノーフォーク校とその受賞年である。ありがとうございます。